それはちょっと違うなみたいな、自分のさ視聴者層と合ってない人をさ、なんか動画とかで一緒にコンテンツで出すのになんか違うくらい、なんか嫌だなって。そんなことない。ボットを見て面白いと思ってる人間がさ、セイキンとコラボしたら面白くなりそう。ちょっとやめて、説明が全部崩壊するから。そう、ペコーラとかはだって、もしペコーラが登録者2800人だったとしても多分無理で、耐えられない、うちの視聴者の精神が。がん細胞21個ぐらいできる、合ってないもん明らかに。ボットが他人と喋ってるところほとんど見てない。でもこんな感じあんまり変わらんか。こんばんは。よくショートショートで、ショートショートじゃなかったショートで楽しませてもらってます。ショート。あとライブに来るの初めてです。こんばんは。ぜひゆっくりしてってください。ショート5本ぐらいしか出したことない。あれショート、でもわかんねえ。5本ぐらい見て。ショート、あれ？俺ショート何本出してたっけ？何本出してた？あ、でも意外と出してる。9本出してる。すごい。やるな、お前。夜だからね、発言が過激。別に大丈夫でしょ。こんな、ちゃんと日本語しか喋ってないよ。動画です。なるほど。つまんな、上げ足をパカッて上げて。がん細胞は健康な人を毎日5000個できてる。そりゃがんになるわな。5000個もできてんの毎日。そんなん1個ぐらい処理ミスるやつおるやろ。細胞の中にもなんか無能なやつとかおるでしょ、多分。でも、個性って。多分細胞の中にも多分多様化が広がろうとしてるから。動画めっちゃ頑張ってあげたよな。動画何個あげてんの、わかんねえか、わかんないわまあわかんねえ。5945、まあ財宝であってほしいが、戦国風でも別に悪くはないか。ステッキとかあんのかな、相棒にもなんか多様化の波が来てる可能性はあるよね。50。紐引いてくんね。紐引いてたらい引いてくんね。無理。俺の細胞逆張りしかいないから、病原菌全部通す。全部通してたら今存在してない。手拍子で受けちゃった手拍子で受けちゃったけど、これ跳ね返すのは微妙だな。持ちポイントプラス25でミラー消滅よりかは多分来たるべき時を待った方が強そう。結構なんかカジュアルに打ってくれるんだ。他の人の動画にボットさん出てたら見たいと思うけど、ボットさんの動画に他の人が出てもあまり見たいと思わない。まあその辺はな。いや、それはね、多分ね、結局見たいと思わない人もいるから、まあ、むずいよな。今いる人が見たいと思うよりかは、なんか、今あんま見てない人が見たいって思ったら、それで、まあ商業的には成功してる。まあ、寂しい話だけどね。でもチャンネル登録者とかを増やすとか知名度を上げるってそういうことだから。いつまでも同じ人を満足させててもあんま意味がないよね。どうせ既存の視聴者ってなんか引っ越しで忙しく、環境変わったり受験で忙しくなったりしたら絶対離れていくから、常に新しい土地を開拓しないとダメだよ。昨日金星人が豪華なアクセサリー2連続で出してくれて勝ちました。
これから金精神に毎日五体統治 しよう。1日5回感謝の感謝の五体統治。あー、ゴッピコーチングね。そうだよな、もうちょっとゴッドフィールドが人気だった時になんかやったらよかったなと思った。まあでも多分もう一回生まれ変わってもやらないわ。めんどくせえこれで無限財宝ループ編始まった。めんどくさいよー、勘弁してもなるほど、誰かのチャンネルになんか出させてもらえませんっつって言ったらいいのか。なるほどな、それはめちゃくちゃいいね。夫さんの動画見て勉強して300位まで行きました。おめでとう。もうこれ何らかの賞をもらってもいいだろう。もうなんか何らかの賞をもらってもよくね。僕もダメなの。こんだけさ、なんかみんなボットの動画見て勉強してくれてなんかええ感じになってたらさ、もう国から表彰されてもよくないか。だいぶ頑張っちゃうけど、これ売る日いたらな、めちゃくちゃ楽ちんちんなんだけど、楽楽ちんちんなんだけどな。いや、これまだだね、まだだね、受けだね。6。16。いやー、ケアしてるね、アイデ。えらい。頑張ったでしょ。もっとミラー2枚えぐいけど、相手の財宝ループがえぐすぎて、普通に吹き飛ばされかけてる。ウル引いたら楽。ウル引いたら楽なんだ。ウル引いて。いやー、そうじゃないけど、これ買わざるを得ないな。だね。ランカーは、まあでもランカーの9割ぐらいは見てくれてそうだね。これ強いんだよな。ちょっと流れ変わったな。流れ変わったね、これ。完全に。おつれ？いやー、一回受けるか。一回受けるか。手札が増えないなら、手札が増えないならという気持ちはあるね。これ、火の玉捨ても視野だな。手札がエグすぎるな。この火の玉捨てめちゃくちゃ攻めだけど。攻めだけど落ち着いて。両替。まあ一回抜くけど、でもこれ解放捨てた方が良かったんじゃね？火の玉捨てるぐらいだったら。まあ、一回耐えよう。ドキドキ涙ケアしとくか。あんまよろしくないプレイしてる気するわ。なんか収まってない。パチッという感じがないね。納得感がない。自分でプレイしてて。土星とか持ってないかな、相手。土星とか持ってたら激アツなんだけど。土星、金星あたりはもうガチでアツいんだけどね。ダメかな。弱すぎるみたい。おお。聞くねー。このミラー吐かせれたんでかくね。この熱狂仮面切るわ。これミラー持ってってワンチャンでしょ。そういうこと。これでかすぎ剣士もでかい言うてる。でかっ言うてる。でかすぎだろ。俺ワンチャン反射で枯れる。なんだてめえ。なんだてめえ。ダメだ。ジュリヒンだ。やられる。これ。これやられる。ジュリヒン。
相手受けてきたら勝てないよなーって。殴るか、殴りだな多分。いやー、土精神動かない。落ち着いて、大丈夫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 。反射剣を見せます。ミラー使わんの？いや、ミラー使わない。ワンチャン作るんだったら使っちゃダメなんだ。これだけははっきりと言える。あえて氷連打で勝ちじゃないの？ちょ、どういうことか分からんけど、ワンチャン作るなら進み続けないといけないんだ俺たちは。あとウル引けないの確率壊れてるでしょ。頑張れ土星神。でも土星神死んでない。土星神でも動かない。だから死んでるようなもんだ。ワンチャンあるね、これ。ワンあるね、ワンあるね。落ち着いて、土星神頼む。ここここだっつってんだろてめえ。さあここだ言うてるやろ。ダメだ、土星神頼む頼む。残して残して。いや、両替か、無理だよ。ここの両替は無理だよ。ほんで貝殻はどこ行ったんじゃん。おいで貝殻どこ行ったんだ。これ無理だ。来たー。え、でももう遅いか。上から氷打たれて負け。ワンチャンワンチャンワンチャン。まず弾きます。うん。ひー。これ氷連打で負けるのしょってー。いやー、ウル引いて本当に。頼む、2連受賞したし。ダイヤモンドアクスナイス。いやー。うん、攻めるしかねえ。攻めるしかねえ。相手何を迷ってんだ。頼む。うん、どうするよ、俺。どうする？ 24 か22。なんか相手迷ってるね。でもそれが何かが分かんねえな。ここを受けたね。受けて。でかい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 ねー。暗雲入れるも手ではある。ウルが引けないわ。それを待ってたー。それを待ってたー。わずかに生じる隙。落ち着いて。これ一回受けじゃね。わずかに生じる針の穴を通すようなカウンターね。これ一回受けでしょ。闇、まあギリギリまで受けつつ、まあ土星神にはギリギリまで耐えてもろって、ここなんだよな。歯ぐき出すな、歯ぐき出すな、歯ぐき。まだまだ笑うな、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 まだ笑うな。にちゃん実力勝ち。